昨日長崎県佐世保市の山林でイノシシ狩りをしていた64歳の男性が崖から転落し死亡しました警察はイノシシに襲われた男性が逃げようとして誤って転落したとみて調べていますきのう午後2時半ごろ佐世保市の山林でイノシシ狩りの最中に男性がけがをしたという通報が消防にありました。警察がが、駆けつけつたところ、佐世保市の野崎博さんが 4メートルほどの高さの崖から転落して倒れているのが見つかりおよそ4時間後に死亡が確認されました警察によりますと当時、知人と一緒にイノシシ狩りのために山林を訪れていた罠にかかったイノシシを捕獲しようとしていたということですイノシシの足には罠のワイヤーがかかっていましたが突然ワイヤーが切れてイノシシが襲ってきたということです警察は イノシシから逃げようとした際に誤って崖から転落したとみて詳しい状況を調べています。